はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数、速さの比の問題をやってみましょう。では早速やっていきます。1台です。高オッズ2台の自動車が AB2 地点を往復しています。高は A から、オツは B から出発して一定の速さで進み、高が 800m 進んだところでオツとすれ違いました。高は B に到着してすぐに折り返したところ、 B から 500m 進んだところで A からすぐに折り返したオツとすれ違いました。 AB2 地点間の距離は何 m ですか。さあ、じゃあ、図書きながらやってみましょうね。さあ、AB2 地点の高オッズ2台の自動車が往復している。ただし高は A から出発する。高は A から出発する。オッズは B から出発する。さあ、そして一定の速さで進んで、高が 800m 進んだところでオッズとすれ違う。これこういうことです。高が 800m 進んだところで、ここですれ違った。ということは、これとこれで1ですよね。この A から B の距離を1とすると、これとこれで1でしょ、ね、さあ、その上で、またすれ違ってこうなってくるよね。たら、こうは B に到着してすぐに折り返したところ、 B から 500m 進んだ。さあ、ここからこう来て B に到着して 500m進んだ時に、オツが A を到着してこう来たオツとすれ違った、ね、で、AB2 地点間の距離を求めなさいって言うんですけど、さあ、で、今ね、これとこれで、片道分の距離の合計だってやりましたよね。高が進んだ道のり 800m とオツが進んだ道のりは分からないけれども、合わせてこれ1になるわけです。で、じゃあね、今度すれ違った後のこうやってこう来た高さんと、こうやって A を行って戻ってきたオツさんのこの2つは、これこれで1でしょ、これで2でしょ、2だよね。こう合わせて2だよね。こっち合わせて1。ってことはね、これとこれは1対2の関係だよね。道のりの比としては1対2だとすると、こうが進んだ道のりもこれ1対2だよね。だから1が 800m だとしたら、高が進んだ2は 1600m。 さあ、あともう少しですよ。800、1600で B から出発した500を引けば、これ出ちゃうでしょ。800足す1600引く500は2400引く500、1900。答え、1900m。これこれね、マイク入れないでね、一回撮っちゃったんですよ。で、がっかりしてもう一回撮り直してるんです、ね、で、ここにね、ちょっと答え書いちゃったんでね、もう一回言いますよ。これとこれで1で、これとこれで2ってことはね、そのコウさんのこの1とここは2な、1対2なんだというね。で、1が800ですから、2は1600。そこから500引けば出ますからね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。